ダケタコニズゼルファ攻略します。おはこんばんは、たんちゃんです。今回の内容は超巨大ボスバトル邪神ニズゼルファのシングルバトルレベル10、1回討伐、こちらの5倍チャレンジを動画撮りながら生でやっていきたいと思います。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今回ね、ギルド協力バトルスコアランキングでフリーダムファースト1位取らせていただきました。スコアがね、7億7700万ということで、なかなか大変でしたけども楽しかったです。私そんなにね、高突編成持ってるわけじゃないしできないんですけども、私なりに足を引っ張らないように頑張った結果1位になれたと、チームワークでみんなで獲得した初優勝なんで、とても嬉しいです。期間はねちょっと長かったですけども、5日間ぐらいに短くしてもいいんじゃないかなとは思いますが、会心暴走がね今回は出ないということで神調整になっております。変な運要素がちょっと減ったので、前よりは確実に楽しめたかなと思います。ということでニズゼルファシングル5倍チャレンジ、まだ1回もやってないので、こちらレベル10でやっていきたいと思います。やっぱりねレベル7でやるよりレベル10で1回クリアした方が報酬がね3倍ぐらい色々上がりますので、ここにねホワイトオーブがあるのもちょっと大きいですね。私も全然足りないので、こちらもね獲得していきたいし、メダルもたくさん欲しいので、できればレベル10 1回を目指していきましょう。レベル7 1回クリアよりレベル10 2回クリアの方が報酬高いと思います。全部ね3倍ぐらい多いので、では編成からいきたいと思います。パーティーリーダーにセーニャ1凸で置いております。リーダースキルのバギ属性威力 20% がやはり大きいですね。セーニャ持ってない方はここをエルギオスに変えて魔法パーティーとか組んでみてください。特技は全部10になっております。今回はねスコアが必要なので特技はできるだけ上げておきましょう。装備が結構重要で、高凸の方はセラフィムステッキつけてもらって大丈夫なんですが、ちょっとね HP も必要なので、私は勇者の剣シン抜群盛りをつけております。そして天空の盾で呪文耐性持ってください。アクセサリーはぐるぐるメガネで賢さ持っております。やはりねセーニャの10ターン目までの行動開始時 HP200 回復と 20% 軽減をつける、これがねかなり大きいと思いました。セーニャ優秀ですね。続きまして神様ですね。ランク S級の1凸となっておりまして、装備は王子の魔法剣をつけております。高凸の方は神様の杖つけてもらって、テコストリーム火力上げてもらっていいんですけども、今回私のこの HP でギリギリです。2176、マスターランクハテナ系が私より低くて 5% 以下とかだと、もうちょっと HP もらないと耐えれないかもしれません。あとね1凸で素早さが463以上ないとニズゼルファレベル10より遅くなってしまいますので、普通の HP 盛りだと神様460とかになっちゃうんでね、マスターランク低ければなおさら届かないので、装備で素早さを少し持って463以上にしておいてください。低凸の神様だと MP がね全然足らないので、防具とアクセサリーで MP 持っております。これでも一発MP 足らないんでね、 MP 盛りも大事。そして今回一番重要なのがこちら、神様に鉄壁の守りつけております。これね EX でも神様入れていってエルギオスなしではこの特技をつけないとクリアができません。耐えれないです。これがフリーダムの攻略のコツの一つでしたね、鉄壁の守り。これランクマッチの報酬で簡単に取れますので、神様入れる場合は鉄壁の守りつけてください。そして3体目がジャミラス。私5凸になってるんですけれども、4凸で意を激減がつきます。なので3凸以下の方は HP 盛りつけてください。羽ばたきの剣とかがかなりいいですかね。4凸以上の方は真珠の爪とかつけていただいて火力上げてください。あと素早さと息力、竜の鱗で持っていくという感じです。やはりウェイト50でこのキャラは優秀ですね。ジャミラスはちょっと代替え効かないかな。他のキャラは神様をエルギオスに変えてもらっても全然大丈夫だと思います。4体目がミネア。ランク S級、3凸レベル140で耐性はイオが半減となっております。4凸とか5凸以上の方は火力盛りしてもらっても大丈夫。こちら鎧の魔装でね、今回私は HP 持ってますが、これを勇者の剣神に変えてもらったら火力かなり伸びると思います。防具で大勇者の転移つけて、イオ呪文耐性少しつけてる、素早さも持って、光のイヤリングで、こちらイオ耐性なくても大丈夫なんですけど、
MP ちょっと足らないので MP 盛りのアクセをつけてるという感じです。ミネア持ってない方、育成できてないという方はここ火力枠に変えてみてください。聖には神様並べれるんだったら普通にここをエルギオスにしてもらってもいいと思います。最後はトガミ姫貫突 S 級レベル140なんですけども、 EX はねちょっと低突だときついかもしれませんが、レベル10だったら HP 盛りしっかりしていればなんとか耐えれると思います。武器とアクセサリーで HP しっかり持っていただいて、こちらトマソンの射傷棒、こちらで異様属性耐性をしっかり持ってください。これでも耐えれない場合はレベル10だったら全然大丈夫ですけど、アクセサリーを光のイヤリングに変えてもらっていいと思います。ステータスはこんな感じとなっております。行動順としましてはジャミラス、トガミ姫、これどちらでもいいです。ミネア、ペーニャ、神様、最後にニズデルファと、全員463以上で素早さ組んでいってください。それでは実際にね立ち回りやっていきたいと思います。実際に EX で私がやってた立ち回りに似たやり方なので少しは参考になるところがあるかもしれません。それでは出発する。さあ一発勝負なんでね、5タップは許されないよ。初期配置はこんな感じで並べておいてください。オートはね来てくださいね。それでは戦闘開始。痛め、ジャミ君はミニアの上に行ってテンペスト、前半はほぼここから動かないです。バギ耐性たくさん入ればダメージ比較的に伸びます。1段階だけ入ったかな。トガミ姫軍神の笛、ミネア2歩上に上がって悪魔のカード、インスピレーションが出ればダメージが伸びます。あ、大義耐性下がりましたね。セーニャは風のエンハンスをその場で自分にかけてください。周り9マスですね。ここ大事です。絶対忘れてはいけません。神様3歩上に上がって鉄壁の守り必ず入れてください。これ入れないと編成の一番左のキャラセーニャにこちらの狙いを定めるがいってしまいます。これセーニャ食らうと絶対死ぬので、神様で鉄壁の守りを入れることによって呪文耐性が高いキャラに狙いを定めてきますので誘導することができます。こんな感じですね。必ず入れてください。ではその場でテンペスト、バギ耐性下がる、2段階息耐性下がる、トガミ姫が優秀、左上に上がって軍神の笛、ミニアはその場で悪魔のカード、立ち回りも結構簡単です。待機耐性下がる、神様ステテコストリーム、ダメージが10万、いいダメージ。呪文耐性下がる、セーニャは3ターン風のエンハンスを入れてください。ジャミラス中心です。はい、邪神の魔弾1590かな。これ耐えれるだけの HP が必要。ジャミラスはテンペスト、同じく打っていく、結界を剥がしましょう。 EX だと低突じゃ耐えれないので3ターン目回復入れないといけないんですが、レベル10だとギリ耐えれますのでここも軍神入れていきます。ミニアは悪魔のカード、35000、17000、優秀。神様はステテコストリーム、耐耐性3段階で16万、素晴らしい。セーニャの回復も優秀、はい、3ターン風のエンハンスでこれで 60% アップですね。失敗して自爆、呪文耐性下がる、4ターン目、ジャミラスその場でテンペストを弱点に入れてください。92000、いいダメージ。バギ耐性下がらず、神様その場でステテコストリーム、183000、いいダメージ。神様の HP がここで足らない方はもう命の笛入れるしかないです。今回はちょっと調整してきましたので軍神で継続します。ミニアは神様の右下に行って悪魔のカード、26000、13000、インスピレーション出ますね。セーニャは嵐の旋律を使っていただいて、必殺は後半に残しておきます。嵐の旋律を弱点射程4で入れてください。106000、バギ耐性下がる、ナイス。なぎ払い、邪神の爆炎、ここですね。ニゼズキャノン
795。神様の残り HP が56しかないです。ただね、今回暴走がないので、耐えれたら OK です。耐えれるだけの HP を用意していきましょう。1でも残れば OK。こっから、ちょっと立ち回り入れていきます。ジャミラス一歩下に行って、テンペスト。バギ耐性下がる。いいよ。神様も一歩下がって、ステテコストリーム。22万。トガミ姫は一歩上に上がって命の笛をセーニャ中心に入れてください。ミネアはトガミの右上に上がって悪魔のカード。4万。セーニャは神様の右上に上がって嵐の旋律。2マス上か全体中心かどちらでもいいです。9マスで入れていく。14万。いいダメージ。降り注ぐ稲妻をかわしていただいて、爆縮はトガミン。1130ぐらいなんで大丈夫かな。6ターン目。神様は一歩上がっていただいて、ステテコストリーム。22万。ジャミラス一歩右に行って、テンペスト。トガミは右に一歩動いて、軍神の笛、自分中心にかけていきます。ミネアは一歩左に行って、運命の輪。回復つつ、ダメージ1回無効で、新特技使えるようにして、セーニャは一歩下がって、風のエンハンスを自分中心に入れて、神様とジャミラスも上げていく。邪神の稲妻かわして、下辺呼ぶ。はい。はい。からの7ターン目。はい。7ターン目大事です。ここで1ターン目と同じ、狙いを定めるを、神様に入れたいので、神様一歩下がって、ダメージマスの上で、鉄壁の守り。これ必ず入れてください。ジャミラスはサイクロンブレス。その場から魔王の影、右3体を倒します。ここバフ多いね。いっぱい入る。魔王の影の素早さが555なので、ミネアの素早さを556以上にはしておかないとダメかな。トガミ姫、命の笛で神様中心に回復。ミネアはダメージ床の上行ってください。新悪魔のカードを魔王の影に当てます。同時にニズゼルファにも攻撃。インスピレーション出たらダメージ上がる。出なかったか。魔王の影全部落としたら弱点出ます。嵐の旋律を9マス範囲で当ててください。その場から。11万9000。いいダメージ。呼び寄せ失敗の99,000。8ターン目。このターン呪文耐性継続できたらいいんですけど、全然できなくても大丈夫です。この編成もし組めたら約400万ぐらい出ますので、特に問題ないです。テンペスト。128,000。あ、バグ耐性下がらず。大義耐性か。神様一歩上がって、ステテコストリーム。245,000。軍神の笛中心かけて、ミネア新悪魔のカードその場からインスピレーション出れば3段階までいきますね。もうだいぶ余裕かな。セーニャ左一歩下に行って、ゴーランの旋律中心入れていきましょう。ダメージ195,000。素晴らしい。なぎ払いからの爆縮。トガミが1100なんで全然大丈夫かな。はい、ここで狙い神様に定めてもらったら OK。 9ターン目。その場からテンペスト。バギ耐性を下げていきましょう。神様ステテコストリーム。257,000。残り HP が32万ぐらいしかないですね。これ9ターン目なんですけど、トガミ軍神の笛で、これでラストバフ。ミニアが新悪魔のカード。これでラストターンまで火ダメ上昇 30% ですね。あ、残り20万しかないですね。セーニャは最後の9ターン目、風のエンハンスを全体に入れていく。これで最後のターンまで 60% アップ。結界張って8回必ず削りましょう。ここで耐えれたら OK ですね。10ターン目。テンペストを入れてもらって8回。
削ります。はい、残り20万なので最後11ターン目ね、弱点出るんですけども、もうここの神様の攻撃で、終わりそうですね。はい、ここで20万余る打った手にしときましょう。で、トガミ姫は祈りの笛で神様の MP 回復してください。ミニアは悪魔のカード普通に打っていただいて、セーニャは嵐の旋律打つんですけど、もう死んじゃうので11ターン目見るためにちょっと待機します。あ、やばい、死んじゃう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 、あー危ない残り2万。はい、11ターン目弱点出ますので、だいたいこのターンでダメージ7、80万ぐらいは出るかな。さっきの行動も合わせるとだいたい100万ぐらい余ってるので、多分マックス400、340とか出るんじゃないかなと思います。最後はセーニャに締めてもらいましょうか。ペホマズーンとか遊んでみて、私トガミ姫にね暴風の息ついてるんですけど、これで弱点攻撃してもいいと思います。ミニアの MP 足りないときはミニアに祈りの笛入れてください。今回足りるんですけどね。空のカードをセーニャに入れて、これ遊びです。最後セーニャの一冊で終わりましょう。ゴーランの旋律ドガン219,000、素晴らしい。ということでダメージ多分全部で400万ぐらい出てたと思うんですが、報酬がこんな感じです。はい、レベル7のね3倍以上の報酬になってますので、メダル11,700、やばいな。ホワイトオーブ、勇者の衣の錬金素材と5タップねしないようにだけ気をつけてください。それではさよなら。